はい、短期決戦です。10月1日7時5分です。ビットコインは48万5170円です。イーサリアムは33845です。ビットコインキャッシュは51937です。資産は133円です。24時間取引量合計は17790です。リスクは、なんだいくらだ、657.46、リップルは 22.054、Gキャッシュは39,58円、ネムは 26.286。財布は近畿財務局における仮想通貨交換業者として登録番号000025を完了し、正式な仮想通貨交換所として営業を開始しました、財布はね動いてないんだよ。 0.9489。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。